皆さん、こんにちは。今回はね、勤労感謝の日ということで、町田相模原の部落について解説します。なんで町田相模原っていうと、ここはね、もうコンプリートできてるのと、あと首都圏の皆さんにとっては身近なところなので、この二つの場所を選びました。町田相模原って言っても、関西の人には馴染みがないかもしれないけども、よくね、町田は神奈川だっていうふうに揶揄されます。本当は東京都町田市にあるんだけども、なんかこう半島みたいな感じで神奈川に飛び出てるような地形をしてるので、町田市というとほとんど神奈川じゃないかみたいに言われます。まあ町田ってそういうところです。さて町田、相模原、合わせて4カ所の部落があるんだけども、まず先に町田の部落一つ行ってみようかと思います。町田の本町田っていうところに部落があります。これはね、比較的町田駅から近いところです。もうね、ここは町になってるんだけど、これ明治時代の地図では本町田のあたりってね、こんなね、畑ばっかりでした。そして、ポイントはこの神社のマークなんだけども、今ここにはね、菅原神社があります。天神様ですね。これが今の本町田の航空写真です。確かにね、菅原神社があります。で、部落の場所を特定するにあたってどうすればいいんだっていうのがあるんだけども、これはね、ほんと地方によって違うんですね。で、一つキーになるのが宗教です。関東の場合よくね、部落といえば白山神社って言われます。これ、まあ、正確ではなくて白山神社のある場所が必ずしも部落というわけではないです。部落と関係ない白山神社もあります。ただ、部落にはかなり高い確率で白山神社があります。あとは仏教の宗派ですね。これは関東でもいろいろなんだけども、まあ町田市のあるあたり、この辺あたりを多摩地域って言うんだけども、このあたりではもうほとんど自主だというふうに言われてます。だから白山神社やと自主、これがポイントになります。ところで、部落と白山神社の関係についてよく質問を受けるんですけども、これはね、あくまで白山神社と部落が関係あるのは、この関東やあと静岡や長野県のあたりだけです。というのも、このあたりというのは、浅草段左衛門がベタを管理していました。で、有力なのは、浅草段左衛門の子供が放送、つまり天然痘にかかって、その時に段左衛門が白山神社に願掛けしたら治ったことがあって、それから配下の枝に対して白山信仰を進めたというのが有力な説です。だから、部落と白山神社の関係というのは、あくまでこのね、浅草段左衛門の配下の話であって、段左衛門とは関係のないね、関西のあたりでは全く関係ありません。だから関西の白山神社は、部落とは何の関係もないです。で、仏教の宗派と部落の関係だけども、これについても諸説あるんだけども、おそらく有力であろうという説は、そもそもね、部落というものは、まあ多分地域によって違いはあるんだけども、全般に何か仏教のね、お寺に入ることが許されてなかったんじゃないかと思います。で、今は、浄土真宗、自宗、あるいは日蓮宗に入ってるっていう例が多いんだけども、これらの宗派に、共通するのは、江戸時代より前はそもそも宗派として確立してなかったというのがあります。それが江戸時代に入ると、宗門改め表を作ってお寺がね、まあ今でいう戸籍みたいな感じで住民を管理するようになったので、当然ね、この得た否認という先民もちゃんとね、お寺に属する必要がある。そこでね、この浄土真宗だとか日蓮宗というものを宗派としてね、ちゃんとね、幕府が公認するときに、そこにね、この先民を入れたのではないかと。だから、この多摩地域に自宗の部落が多いっていうのも、これも明らかに政策的なものがあったと思います。自宗というものを宗派として確立するときに、そこに先民を入れさせたというような政策があった。という可能性が高いと思います。でもね、この本町田には部落があるっていうことは分かってて、あと分かってるのは下村っていうふうに言われてたそうなんですね。だけど、白山神社この辺り地図で見ても見当たらない。で、これ昔のね、今昔マップも調べたんだけど、ここにもね、どうもそれらしいものが見当たらない。そこでね、菅原神社に行って聞いてみたらね、なんか最近ね、白山神社が合祀されたっていう話を聞いたんですね。じゃあ合祀する前の神社ってどこにあるんだって聞いたらね、下地区っ
ていうところにあって、そこになんか物置があって、そのあたりにあったっていうんです。で、その場所にね、実際ね、行ってみたんですね。それがこの写真です。実際現地行ってみました。物置があって、確かになんか石段があってね、ここにもしかすると神社があったんじゃないかっていうことがわかるんですね。ちなみにこの場所、地図で言うと、大体ね、このなんかファミリーマートがあって、この辺りになるんですね、この辺り。で、確かにね、これ明治時代の地図だと、ほら、ここになんか家がありますね。村の名前は書いてないんだけども、とにかくここに何か村があったことは間違いないわけです。で、実際ね、今の場所だとどうなるかっていうと、周りがね、こういう団地が建ってたりするんだけど、確かにここだけね、なんかいかにもね、昔の村があったっていう感じがしませんか？で、ここにね、じゃあ降り立ってみます。で、降り立ってみると、ここにほら物置があって、ここに石段があるんですね。でね、ストリートビューは便利なところがあって、こうやって2014年にタイムワープすると、ほら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 。ほらほらほら、鳥居ありました、神社ありました。ということで、ここに白山神社があったっていうことは確定で、しかもここ下地区だから、もうまさにここが下村であろうということになるわけです。そして白山神社の近くにお墓がありました。その写真がこれです。もうちょっとね、よく見てみると、ほらほらほら、これ、南無阿弥陀仏ってありますよね。南無阿弥陀仏といえば、浄土真宗とかね、浄土宗なんかも南無阿弥陀仏なんだけども、これね、よく見ると、この、あとかね、一とかいう文字が皆妙に見えません。この文字を使うのは慈宗です。だからここは慈宗で、なおかつ白山神社ということがわかります。だからもう関東のこの多摩地域の部落の条件にぴったりなわけです。こうして本町田の下村という部落はここにあったということが判明しました。皆さんにね、ぜひこれは現地行ってみてもらいたいんだけども、もちろんここは童話地区指定なんかされていないです。だからもうこの普通の住宅街になって新しい家も古い家も混じってます。だけどちゃんとね、昔の村の痕跡がこうやって残ってるもんにゃんですね。では、町田の次の部落は、下小山田というところに南沢という名前の部落があったっていうことが分かってます。で、それをね、昔の地図で調べてみると、確かに南沢っていうのが、小山田のあたりにあります。だけど、これね、今ね、航空写真でこのあたり見たらどうなってるかっていうと、こんな感じなんですね、これ。UR の住宅はできてて、なんか跡形もないんです。でも確かにね、昔の地図にある池があるから、ここだっていうことは間違いないんですね。で、こういう時にね、この過去の空中写真の重ね合わせっていうサイトがあって、これ見るとね、これが南沢です。確かに1960年頃にこの村あります。で、これでね、時間を進めてみると、あれ、なんか更地になってる。あ、やっぱりね、開発されて UR の団地ができたんだなっていうのがわかるんだけども、これ上の部分注目してください。これこれこれ。なんかできてますよね。人工的な街が上にできてるっていうことは、これもしかして開発した時にこっちに移転させたんじゃないかなっていうことになるわけです。で、それでね、実際ね、現地行ってみたんです。現地にあったのが、これです。南台集会所。なんか南沢が南台になったんじゃないかっていうところなんですね。でね、昔の地図見ると、このね、神社あります。この神社何かっていうと、これ白山神社であることは間違いないです。近くのね、小山田神社っていうのがあって、そこに行使されたんですね。で、なんでこれわかるかっていうとね、聞いたんですよ。現地の人に。現地の人に聞いたんですにゃ。でね、ここはね、昔はね、小沢宿とも言われてたそうで、確かにね、小沢さんっていう家がね、何軒かあるんです。その、現地にね。この南台に。で、聞いてみたらね、確かにね、白山神社って、小沢家の守り神だったそうなんですね。だからもうここで、確定です、確定。ただね、
ただここね、どうもね、次週じゃないみたいなんです。これ見ると、なんか今後とかあるし、なんかこれ次週じゃなくて、今後って何なんだろうね。これ真言宗なのかなっていうところなんで。多分ここはね、例外もあるっていうことなのかもしれない。たまといえば、次週のはずなんだけど、ひょっとすると例外があるのかもしれないし、あるいはね、移転した時に寺返したっていう可能性もあります。ただ宗派は違うみたいなんだけども、ここは南沢小沢宿であることは、それはもう間違いないです。それは現地の人が言ってるんだから。ということで、これが町田の二つ目の部落です。じゃあ次は、町田の隣の相模原行ってみます。相模原の箕原っていうところに部落があったっていうんですね。で、これが昔の地図なんだけど、これじゃあ何が何やらわからない。多分、箕原のどこか一部にあるんだろうと思うんだけども、いいヒントになったのが、この地域を訪ねてという、そういうね、人権の友という、そういうね、機関誌の記事なんです。これにね、相模原 B 地区っていうのが出てきます。これね、まあ、どこかっていうのははっきり書いてないんだけど、どうもね、この条件からすると、あの辺りで間違いないんじゃないかと。でね、昔三軒村と呼ばれてたっていうようなことが書いてあるんですね。で、なんか家の写真が載ってます。で、これについてね、実はね、この視聴者というか読者というか、ある方から情報が来まして、この写真の家見つけたっていう話があったんですね。確かにね、この近くにあったそうなんですよ。まあ、写真だけでね、完全に確証は得られなかったので、ここでもやっぱり白山神社がポイントになりました。これね、神社明細帳って言って、昔のね、神社のまあ明細帳です、本当に。そこにね、確かにね、箕原に白山神社があったっていうんですね。で、その写真の家っていうのが N 川さんっていう絵なんだけども、まあ聞いてみたんです。実際もう本当に、もうズバリ聞いてみたんです。で、ここにね、いろいろ名前が載ってるんだけども、これなんかひいじいさんだとか言ってましたにゃ。だから、ここに、今ね、今は神社ないんだけども、白山神社あったことは間違いない。で、これね、地図だとね、蒙地って書いてあるんだけども、この蒙地っていう文字のあっても、この辺りまでね、どうもね、箕原だそうなんですにゃ。だから、もうこれもここで確定ですね。ちなみにね、お墓も見てきました。これね、お墓に、だと、もう、戒名がわかるんだけども、この戒名を見てみると、やっぱりね、あとか1とか、こういう字が入ってるから、これ次週です。だから、ここがね、多摩地区に入るかどうかは微妙にゃんだけども、とにかくね、ここは次週です。宗派としては多摩地区と同じというわけですにゃ。ということで、これで相模原の部落も特定できました。ちなみにね、町田に3カ所部落があって、相模原に2カ所。そして2つ合わせて4つの部落があるんだけども、あれ、なんか計算が合わにゃいなと思いませんか？実はね、そこがポイントで、そのポイントとなるのが最後に紹介する次の部落です。この時も、この地域を訪ねてが、とてもね、役に立ちました。相模原 A 地区とか書いてあるんだけども、写真も載っけてて、ここまで書いてあったらもうどこなのかもうわかりますにゃ。でも、ここだっていうポイントがすぐにわかりました。地域を訪ねての条件に合う場所って言ったらもうまさにここです。あの写真通りのものがここにありました。で、白山神社あります。で、ここにね、境川っていうのは流れてて、これもう川の名前そのまんまで、境になってるんですね。北側が東京都町田市、南側が神奈川県相模原市。で、ここをね、昔のね、地図で見てみるとこうなんです。中谷戸っていうのがあって、そこにね、川をまたぐように何か村があります。確かにね、東京側はね、中谷戸って言われてたそうです。相模原の側はね、前村とか言われてたみたいなんだけども、ここはね、なんか村の名前書いてないです。でもね、もう、あの記事からすると、ここで、ほぼ間違いないっていうことがわかります。そして、現地に行ってみると、なぜか墓地にね、メルセデスが泊まってました。でも、このメルセデスが泊まってる墓地、これね、この写真とぴったり一致してますにゃ。この写真の通りですにゃ。そして、このね、墓石をよく見ると、あーとかね、1とかあるから、これ次週です。だから、白山神社あって、次週でっていうね、まさにね、この多摩地域の部落の条件が揃ってます。
これが白山神社、すごく立派な白山神社でね、すごく、でもね、なんか手作り感もあってね、すごくね、楽しい白山神社なので、現地にぜひ行ってみるといいです。この白山神社、本当にね、特徴的な白山神社なので、本当行くことをお勧めします。で、ちなみにね、この神剣の友だと、鳥居がね、なんかこう柱で支えてあるんだけども、行った時はなんか新しくなってまして、だからこの鳥居って多分ボロボロになってたので、ちゃんと作り替えたっていうことですね。で、さっきのね、相模原には2箇所の部落、町田には3箇所の部落、でも合計4箇所っていうのはそういうことです。町田と相模原の境目に部落があって、これが二重に計上されてたんですね。だから、2つで1つの部落っていうわけです。だからこんな部落ね、全国でも、まあなくはないんだけども、これは珍しい例なので、ぜひね、現地に行って、この歴史というかね、この空気感というものを体験していただけたらと思います。ということで、今回はね、町田相模原の部落について解説いたしました。ミミのツイッターがありますにゃ、概要欄にリンクがあるから、ぜひフォローしてくださいにゃ。ハッカーミミ、漫画も公開してますにゃ。ミミが AI を作って、国際的陰謀に巻き込まれますにゃ。もし、いいねが3桁になったら続きが読めますにゃ。ミミの YouTube チャンネルもよろしくにゃ。